全国500歳野球大会 PR 用 DVD せーの始まるよ。秋田県大仙市は県の南部に位置し、平成17年3月に8市町村による合併で誕生した町です。四季折々に美しい表情を見せる豊かな自然と、市の全域に広がる田園風景、また地域ごとに1年を通じて行われる大小さまざまなイベント行事が大きな魅力で、特に毎年8月の最終土曜日に開催される全国花火競技大会大曲の花火は、全国各地から70万人以上の観客が訪れる日本屈指の花火競技大会として知られています。また大曲の花火に次ぐ大仙市の一大イベントとして、全県500歳野球大会があります。この大会は試合に出場するシニア世代の選手9人の合計が500歳以上というユニークなルールの大会で、今では180を超えるチーム4700人以上の選手が一堂に会します。500歳野球誕生のきっかけは、秋田県野球協会会長を務めていた故高橋正康氏、通称正太さんの提唱により、昭和53年に行われた50歳以上の野球愛好家による紅白時代に始まります。実戦に参加する機会のない50歳以上の OB たちの生涯現役でプレーしたいという思いが実を結び、秋田先駆け新報社主催、旧上岡町の主幹で昭和54年10月、8チームによる第1回全県500歳野球大会が開催されました。大仙市ではこのようなイベントを契機に、大仙市を訪れる方を増やすことに力を入れ、大曲の花火や500歳野球大会のみならず、現在は全国の大学合宿の誘致にも努めており、特に野球に関しては市内に多くの球場が整備されていることから、毎年夏場は大学野球部の合宿で多くの学生が大仙市を訪れます。さて、少年野球発祥の地であり500歳野球発祥の地である大仙市上岡地域はどういうところかと言いますと、地域のシンボルである神宮寺岳や中原コミュニティ公園、笹倉公園、宝蔵寺の大欅など美しい自然に触れることのできる地域で、特に中川原コミュニティ公園の桜と神宮寺岳とのコントラストはまさに絶景です。また毎年9月14日には上岡南外花火大会が開催され、約7000発もの花火が夜空を彩り、多くの観客を魅了します。そして野球の疲れを癒してくれる上岡温泉岳の湯、お土産といえばここ道の駅上岡茶屋っ子一里塚にも立ち寄っていただきたいですね。こんな上岡地域で500歳野球誕生に深く関わってきたのが、旧上岡町役場、また
合併後の大仙市役所の職員として従事した神岡野球連盟会長の伊藤久志さんです。五百歳野球の発展にご尽力いただいた4名の方々の功績について第1回全県五百歳野球大会が開催された中川原第一球場でお話を伺いました。久さん出番だよ。物の本によりますと、その道の先駆者は何々の土と呼ばれているそうでありますけれども、間違いなく全県五百歳野球大会の父は高橋正太さんだと思っております。野球協会の会長であります高橋正太さんはものすごく発想豊かな方で、いやいや特別ルールを作って、一度ゲームを退いても再び試合の出場できると、そういう特別ルールを俺は考えてるんだということで、劣っておる部分の走塁部分をカバーできると、そういうことで54年の7月に軍の大会を開催しました。交代すればこれ500歳をクリアするかとか、そういうような感じ、ものすごく時間かかったわけです。そしたら大友先生の方から私なりに選手カードというものを作ってみましたので送付しますからご検討くださいと、そしてこの選手カードを送っていただいて野球関係者一同見ましたら、もう完璧な選手カードで私ら筆を加えるなんてとんでもないというような感じで、素晴らしい選手カードを作ってもらいました。その選手カードを導入したおかげで選手交代の時間ロスですね、これが非常に短縮されたと。ですから1日5試合でも十分余裕を持ってその疲労日程を消化することができまして、私ばかりでなくこの大会関係者一同ものすごくこう感謝しておる次第でございます。5項目があるんですよね、カードに。つまり打順とそれはポジション、名前、年齢、背番号、その5つを書かないといけないんですよね。その間、タイムをとっても大変な時間のロスになりまして、チャンスとピンチのある時にそこが切れてしまうと、それが1分以上かかる場合もあるわけですから、これじゃダメだろうって、それじゃなくてもっと簡単にやる方法がないかと書いたのが昆虫カードという名前を勝手につきましてね、伊藤さんと近藤町長さんの了解を言いましてね、こうやったらどうだろうってどんどん変えていこうという提案したのでした。どのチームも大変気に入ってくれましたね。そうでしょうね、一番のいい場面がそのカード導入によって生かされてきたって言った方がいいでしょうね。我々は今高校時代を振り返りますと、すぐあの歌が一番先に、高校よりも先に出てくる、それくらい野球がすぐだったということでしょうけどね、金岡の大会でも何か記念にするような音楽マーチがあった方がいいのかなと思って伊藤さんにちょっと話しました。伊藤さん、それは大賛成だと、町長にも話してみるっていうような、いい顔が君に輝くですから、もうあのタイトルに、匹敵するようなものは作りませんからね、何だろうなと考えまして、一番苦労したのがタイトルですね。時限りなくっていうのは、我々がいつまでも青年の気持ちで限りなくあるんだから限りなく楽しみましょうっていうような、そういうことを強調したいなと思いまして、私にしては面白かったっていうか、まあ良かったなと思うのが2番ですね。2番の半世紀時代に生きてっていうね、実際の半世紀生きてきてこういう機会に触れることができたっていう喜びを歌いたいと思って、そうですね、やっぱり生きがいですね、生きがいの大きな一つですね。私は物書きもちょっとするもんですから、2つ選べと言いますと、やっぱり小役者野球でしょうね。いい仲間と会える、
って言った方がいいですかね。つまり競技スポーツというのは選手のもの、地域スポーツというのは地域みんなのものっていう、もう50年後の亀岡がどうなっているかとお考えになりましたら、亀岡という名前を知っている人々がいかに県内に多くなるか、それを考えただけでも非常に夢がありますよね。ですからまさに地域のものとして今回の企画がそれを伸ばしていく、広げていくっていうのは私大変感服していますね。まさに地域のスポーツの象徴ですね。秋田酒桶振興社さんには大変感謝申し上げております。そして大会の成績を逐一翌日の朝刊に掲載してくれまして、ピッチャーが誰々、それからキャッチャーが誰々、そして本塁打誰々と、こと細かなようなことを掲載してくれまして、ものすごく選手が勇気づけられております。特集後に載る名前はこの乗った家族、特に孫さんから、あ、じいさんの名前も載ってるよと、そういうような感じで大変喜ばれまして、この特集号は今現在も続いておりますし、また大会運営に関することも力強いご指導を秋田酒桶振興社の方から伝えて感謝しております。新聞社としてできることは何だろうというと、やはり、紙面でこの大会を大きく盛り上げていくことだと思いますので、毎年大会直前には特集号を発行しております。90を超える試合がございました。この90を超える試合のイニングスコア、それからバッテリー、本塁打を含む長打、これをしっかり間違いなく記録して書かなければ、掲載紙面に掲載するということで大変神経を使っております。毎日取材現場は深夜まで原稿を執筆し、そしてそれを読み合わせして、間違いなく翌朝の朝刊に掲載するということです。いかに健康で長生きできるか、そしてその長い人生をいかに楽しむかということが一番大切な視点だと思います。熟年者の高齢者の甲子園として定着すれば大変ありがたいなというふうに思います。今野町長でございますけれども、この大会はやはり参加チームが100チームぐらいで限界でしょうなというようなことが、その当時の野球関係者の一致した意見でございました。今野町長さんはものすごくスポーツの好きな方で、もちろん自分も野球をやりましたし、柔道で鍛えた素晴らしい精神力といいますか、こういう感じの持ち主の方で、100ぐらいでこの神岡町がグッアップしちゃ、これは旧の町全国の流したると、俺が南海村長さん、西仙北町町長さんに開催地の要請してくるから、参加チームは100で来るなんてとんでもない話だと、参加チームだったらいくらでも神岡町としては歓迎すると、そういう非常に作業に据えて心の大きい判断してくださいまして、これも神岡町の野球関係者は一度忘れることのできない町長さんの励ましでありました。まず第一回目から携わってるもんだから、やっぱりここで、来た人がださ、笑顔でやっぱり迎えるということで、各会場を皆回って、参加チームさ、皆握手、監督と握手して、また来年、よろしくというような状況で、一つ PR したキーは、参加する予定になったということは、三重県住んでさんのおかげだよ。メンバー皆のおろすべ特集で、孫さん見せてるんだよ。それから、あれさえやった結果、20代以上潰すべ。あれが相手ほら吹いてるんだな、言って孫さん、俺は選手であって、なこういうふうにやるんだから、あんたもよ孫、息子ださ、あんたも俺くれ強くなりと、うまくなりとというあれがすごいある。だから人たちが逆に PR するんだな、少年野球発祥の地という
ゴルフがすごくいいんだよあれ、神岡は、京都との交流は昭和51年にあのプロ野球のパリーグの主任審判員をしておりました川瀬さんという方から一通の手紙が参りました。内容は秋田県の500歳野球を京都でも開催したいと。京都はあの出身校別にチームを編成してやりたいと。そういうことでこの開催要項をあの送付しました。川瀬さん の, あの後輩にあたる京都日中野球部の黒田治さん、金森さん、小芝さん、笠川さん等々、こういうあの方々が素早く京都500歳野球連盟を立ち上げてくださいまして、全国500歳野球プリ大会にもこの京都日中出身 OB の黒田治会長がわざわざあのプリ大会に来賓としておいでくださいまして、関西の昔の六大学野球連盟の理事長さんとか同志社大学 の, あの公式野球部名誉会長とかいろんな肩書きある方で、野球界ではあのものすごく知られておる方ですので、こういう方がプレー大会に来てレセプションで挨拶してくれたりして、今もって非常にあの良い関係で京都との交流は続いております。秋田の500歳野球が全国大会で発展されると京都として心よりお祝いを申し上げます。京都の500歳野球は秋田をルーツとしてスタートいたしましたので、秋田に追いつけ追い越せをもっとに連盟一体になって精進し頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、柳葉敏郎です。来年の4月にですね、全国500歳野球が、我がふるさと大仙市にて、行われます。私もですね、この500歳野球参加して、5年目です。まだまだペーペーです。しかしながらですね、野球経験もないこの自分が、諸先輩方そして仲間たちとともに、楽しい野球を毎週過ごさせてもらってます。ぜひともシニアベースボールプレイヤーの皆さん一緒にプレーしましょう。待ってます。こんにちは、長嶋敏之です。大仙市発祥の全国500歳野球大会開催おめでとうございます。私も去年500歳野球に参加させていただきましたが、参加して感じたのは500歳野球の素晴らしさはみんながチームを支え、そしてみんなが主役になれるところです。ぜひ500歳野球を楽しんでください。はじめまして、横浜商大の佐々木です。この地、秋田県の神岡に来て18回目を迎えます。少年野球発祥の地この神岡町で500歳野球が大々的に行われるというお話を聞きました。誠に素晴らしい、重い企画であるなと、すごく感じております。成功に終わりを記念いたします。頑張ってください。座間市の市長の遠藤美希夫でございます。今日は、500歳野球の全国大会プレ大会にお招きいただきました。第1試合から参加させてもらいますが、怪我をしないように楽しんでまいりたいと思います。素晴らしい大会だと思いますし、高齢化社会を迎える中で、いつまでも元気に障害スポーツを楽しむことができることを見習いたいというふうに思います。今日本当にありがとうございます。正解を心からご期待申し上げます。
500歳野球を応援してます。お待ちしてます。デワッツルカリフォの秋田青州株式会社は500歳野球を応援しております。美味しいお酒も提供しておりますので、いい汗をかいてたくさんいいお酒を飲んでください。皆さんお待ちしてます。大仙市長の栗林です。野球に燃える親父たちの新たな戦いの舞台となる全国500歳野球大会が秋田県大仙市で開催されます。500歳野球は元秋田県野球協会会長の故高橋正康氏の発案により、秋田県の少年野球発祥の地とされる大仙市上岡地域で産声を上げました。いくら年を重ねても生涯現役でプレーしたいという野球好きの皆さんの熱い思いで実現したもので、昭和54年に初めて全県大会として開催されました。わずか8チームでスタートした大会ですが、分かりやすく合理的な独自のルールが受け、今では全県各地から180チーム以上4700名を超える選手が参加するマンモス大会となりました。この500歳野球が全国大会という新たな歴史的一歩を踏み出します。全国の皆さん、ここ緑豊かな大仙市で思いっきり野球を楽しんでみませんか。大仙市上岡地域の平和中学校です。全国へ500歳野球大会に出場する選手の皆さんの健闘を祈りエールを送ります。私にとってはずっと昭和54年から裏方として携わってまいりましたし、この一つの大会に、ましては地方の一つの大会に文部科学大臣杯、厚生労働大臣杯、内閣総理大臣杯、こういう3つの素晴らしい大臣杯があるわけですけれども、これは地方ではこの秋田県のこの500歳野球が初めてじゃないかと思っております。そういう野球に携わって来られたことを私自身誇るに思いますし、健康に留意して今後も一生懸命この500歳野球の流星に微力ながら協力していきたいと思っております。全国500歳野球大会の実務を担当しております大仙市教育委員会スポーツ振興課の鈴木です。この度制作しました全国500歳野球大会の
特別ルールを映像を通して分かりやすくご説明いたします。今回の撮影には大仙市上岡地域の500歳野球チーム神宮寺竹クラブと新町 OB 秋田県野球協会審判部神岡審判部の皆様から協力をいただいております。チームは監督、主将を含めて30人以内とします。出場資格は大会が行われる年度内に満50歳を迎える年代以上の方となります。またゲームに出場する選手9人の合計が500歳以上でなければなりません。ユニフォームはチームで統一します。スパイクは金属製金具のついたものは使用禁止でポイントスパイクを使用します。試合球は健康ボール A 号とします。試合開始前にはメンバー表の提出、確認があります。個人カード記入の際は大会プログラムを確認して記入します。記入したメンバー表と個人カードは本部に提出します。先攻と後攻はじゃんけんによって決定します。選手交代は監督が審判にタイムを要求して行います。監督が本部へ行き該当者の個人カードを交換します。審判のプレーの合図で試合を再開します。試合は7イニング制です。同点の場合は8回からタイブレークによって勝敗を決めます。一死満塁の状況から試合を行います。それでは実際の試合をお楽しみください。試合終了後は結果や記録の確認を行います。勝利したチームには次の試合で使用するメンバー表が渡されます。スコアや長打、バッテリーなどの試合結果は秋田先駆け新報に掲載されます。なお全国500歳野球大会は大仙市総合公園野球場をメイン会場にして開催されます。いかがだったでしょうか。今回の映像では各チームの皆さんにぜひ覚えていただきたいルールをご紹介しました。合わせてこちらの特別ルールブックもご覧ください。以上で全国500歳野球大会特別ルールの説明を終わります。500歳野球っていうのはこの若い時からの野球バカの集まりだと思うから、とにかく野球をして楽しい人生を過ごすということですよ。この大人の社会もみんな全国共通だと思うから、そしてやっぱり最後はパイがつくものだと思います。必ず優勝っていうふうな形をまあどこもこう目指してると思うけれども、あくまでも初戦は体を鍛えるっていうのが一つ、長生きするっていうことが一つ、それでいいですか。選手というか登録者は本当に野球部やった姿というのは少ないんですよ。ただ年いっても動きたいということで続けてる。
です。50歳の新人です。大先輩に負けないように足引っ張らないように頑張ります。頑張ります。試合は負けてしまいましたけども、体は本当すがすがしい、いい試合ができたと思います。で、皆さんから応援いただきましたので、本気で楽しい試合でした。ありがとうございました。リリクイ君だ。全国の皆さん、一緒に、ね、全国の皆さんとプレーしたいと思っておりますので、ぜひ大選手の方へ来ていただきたいと思います。五百歳野球というのは30年全体で優勝を目指してということでやってますので、楽しい野球、それから終わってから あの飲み会、やっぱりこれが委員会がやっぱり第一になってますので、そこら辺はよろしくお願いします。全国の皆さん、五百歳野球皆さん待ってますので、いらしてください。やってください。頑張っていきましょう。親父野球でよ、50過ぎたらこういうスポーツできるってことはやっぱり最高いいことですよ。やっぱ俺たちの個性、ぜひ秋田に来てくださいよと。全国の親父たち待ってるぞ、野球に来いよ秋田さん。大選手を挙げて皆さんを心から歓迎します。お待ちしてます。伊藤さん、すいません。平成の17年です。平成17年。昭和くしたさ。もう一回言います、ね。日本屈指の。見事。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ギャラは後で。ありがとうございます。勝ってません、勝ってません。これはあれだそうな、言ってみればもう死ぬまで終わりねえからしな。準備ですか。3 2 1、いってきゅう。全国の皆さん、